ライザのアトリエ、常闇の女王。何作っちゃおうかな。露骨さ、何を入れよう。おお、いい感じか。さあ、何を入れよう。どれがいいかな。これでどうだ。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。なんだこの分厚い本。アンペルさんに教わった文字が表紙に書かれてる本を地下の書庫から見つけてきたんだ。へえ、何が書いてあるの。そうそうって、これ古い文献に使われてる言語の辞書なんだって。まずはこれを。わかんねえ言葉の辞書を引いて意味があるのか。以前から本に共通する文字列のメモは取ってたんだ。地道な作業をよくこなしたって褒められちゃったよ。そういえばちょくちょく何か書いてたっけ。よかったじゃない、今までの努力が実って。実るかどうかはこれから決まるんだよ。頑張らないと。おお、意気込み十分だな。意気込みはいいけど、なんで自分の家でやんないのよ。レントまでいるし。ここ私のアトリエなのよ。そりゃうちでやってたら親がうるさいからだよ。そのためのたまり場だしな。名前は変わってもやることは変わんねえよ。はあ、錬金術師って言ってもそう簡単に暮らしは変わらないか。まあ好きにしてれば。私は調合で忙しいから。なあ、調合もいいけど、また対岸に出かけねえか。リラさんに教わったことを実践で試したくてさ。俺たちみんなが魔物との戦いになれりゃ、ライザもスムーズに採取ができるだろ。それはまあそうかも。魔物との戦いって、あんなことがあったばかりだよ。怖いこととかやりたくないんだけどな。早速対岸に行こうぜ。待ってろ魔物。そして今に見てろよボスめ。しょうがない、また対岸に行っちゃうか。
さて、早速魔物を蹴散らしてみようかな。どうせなら今度は街道の方に足を伸ばしてみたいぜ。どんな感じなのか見てみたいしな。街道か、私もどんな感じになってるのか見てみたいかも。ここまで来といて言うのもなんだけど、本当に行くの？そうさ、戦いになれるための特訓だからな。大丈夫だって、街道にそんなヤバいやつはいねえよ。危険そうだったら帰ればいいじゃない。ま、どこまで続いてるんだろうな、この道。やっぱり見たことない魔物もいるじゃねえか。腕試しだ。あいつらに挑んでみようぜ。うわ、ああ、それまで俺に付き合ってくれよ。一気にやっちゃおう。まだまだ強くなるよ。おっとっと、あ、もっ、やあ、やあ、気をつけて戦わないと。おや、いくよ。そこ、そこ、これでどうだ。ジャイザ、頼んだ。ほらほら、ジャイザ、行くよ。そこ、今だ。それそれ、ジャイザ、隙を作って。これでどうだ。ジャイザ、隙を作って。ジャイザ、それそれ、今だ。一気に行くぜ。もう終わりかよ。Thank you.
事に使わせてもらおう。やっ、さあ行くぜ。せっ、行くよ。そこ、そこ、いくよ。ライダー、隙を作っちゃ。そこ、そこ、いくよ。今だ、やべ、今だ、いくよ。いくよ、今だ、そこ、行くよ。頼んだ、行くよ。でやや、避けられるかな。まだまだ連射。ライダー、隙を作って。今だ、追撃するね。これくらい当然さ。また一つつ、まだまだ、おっとだ。あ、そろそろどうだろう。なんか戦いに慣れてきた気はするが。うん、怖くは。僕も。よし、実戦はこれくらいでいいだろう。そろそろ戻るか。やっと帰れる。それに、ほんと俺らって悪ガキだ。私もバレたら。気をつけて戦わないと。おや、そこ、今だ、むずい、連射、今だ、ライザー、今だ、頼んだ、せい、行くぞ、行くぞ、せい、行くよ。行くよ。おや、おや、それそれ、おや、ライザー、頼んだ。もう終わりかよ。やあ、そのままで使っても薬になりそうだけど。取れたよ。ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。食べられる魚しか見たことなかったけど、いろんな形のがいるんだな。
踏み込みはあんなもんだったよな。戦った後の周りの警戒もやったし。何ブツブツ言って。ああ、リラさんの言いつけをさ。帰った後にまで熱心だな。ああ、リラさんは戦士の心得って言う。リラさんってどういう人なんだろうね。アンペルさんとずっと一緒に旅をしてるって聞いたよ。興味ないな。リラさんは俺に必要なことを知ってる。ありきってるな。レントも早くリラさんくらい頼もしい戦士になってよね。お前を手伝うために腕を磨いて。ただいま。ライザ、お前またどこほっつき歩いてたの。うわ、めっちゃ怒ってる。いい加減にしないと屋根裏の扉に鍵かけるわよ。ちょっと待って、それは困る。絶対にダメ。ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。いくら言っても手伝いはしないわ。いい加減によし。屋根裏に鍵かけられたくなかったら今からでもお父さんの収穫を手伝ってきなさい。もう分かったよ。収穫って空間フルーツでしょ。草刈り。知らないよ。鎌くらい自分で探せるでしょ。そんな、はあ、いっそ錬金術でパパッと作れないかな。どこにしよう。
もう？錬金術で草刈り釜って作れないの？草刈り釜？そんなもの何に使うんだ？実はうちって農家なんだけど、その手伝いで必要になっちゃって。だったら店で、いやちょうどいい。この際だからお前さんに新しい錬金術のコツを教えて。錬金術のコツ？ああ。まだ一からレシピを考えるのは難しいだろうが、今あるレシピを改良するくらいはできるだろう。レシピを改良？前に教えてもらったレシピを強くする？いやそうではない。錬金術の改良とは全く、それこそが錬金術のレシピ。草刈り釜はこの本に書いてあるインゴットに大きな骨も動物型の魔物でも倒せば手に入る。なるほど、レシピ変化か。ありがとうアンペルさん、早速試してみるね。
何作っちゃおうかな。何作っちゃおうかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。これでいい。うまくいくかな。やった、できた。どうしようかな。どこに入れようかな。うわ、いい感じかも。いいもの、できそうな。どれにしようかな。これでいいかな。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。
どこに入れようかな。いいもの、できそう。いい感じかも。いい、どれにしようかな。これでどうだ。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそう。いい感じかも。うわ、これでどうだ。さあ、どうだ。できた、バッチリ。どこにしよう。
そう、いいか、そう、いい感じかも。いい、どれにしようかな。これでいいかと、うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どれにこれでいいかな。さあどうだ。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。何作っちゃおうかな。どこにしよう。次はどうしよっかな。どこにしよう。何をしようか悩んじゃうな。何作っちゃおうかな。どこにしよう。とりあえず何か入れちゃおうか。この景色見てるとなんかお腹空いてきちゃうな。
お弁当を持ってくればよかった。糸って結構貴重品だよね。やあ作るの。取れたよ。そう、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー助けてくれ。この重量感、投げつけるのに向いてるかもな。こんな植物でいいのかな。さあ行くぜ。おりゃ、行くよ。そこ今だ。それそれ。さあどんどん進もう。気をつけた方が良さそうだ。行くよ。今だ。そこ。それそれ。ライザー、ぶっ飛べ。今だ。そこ。おりゃ。もう終わりかよ。やっちゃおう。せい。今だ。そこ。痛えな。ほらほらほら。避けられるかな。ジャイザ、頼んだ。これくらい当然さ。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強く。おーっとと。あ、やっ、一気にやっちゃおう。おや、行くよ。そこそこ。おや、行くよ。おや、今だ。ライダー、頼んだ。それそれ。せい、ライダー気をつけて。そこ。これくらい当然さ。大きい材料なら俺の剣で細かくするか。臭いな。もう必要なら集めるけどさ、やっ
たよ。草なら俺でも集められそうだな、よし、あった。はい、これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。小さいのとか探すの苦手なんだよな。取れたよ。魚の目って何考えてるか分かんなくて気にもなる。よし、取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。キノコ取ったぜ。もっといるか。よいしょ。これは毒があるやつ。よいしょ。
聞け。よし。また来ます。何があるのか。どれ。それにこれがあれば手伝いだけじゃなくてもっといろんなものが取れるようになるはず。私の錬金術の幅もぐっと広がってすごいことができるようになるかも。
やあ！これで。ライザ、ご苦労さん。余った分は持って帰っていいよ。はあ、やっと終わった。しかしライザが手伝いに来るなんて珍しいな。だって手伝わなかったら屋根裏に入れなくなるし。ん？ああ、うん、なんでもない。そうか。余ったこれどうしよう。錬金術の材料にもなるかな。ここがお前さんの実家の畑か。あ、無事に草刈り窯は作れたようだな。アンペルさん、もしかして心配して来てくれたの？たまたまこの農場に用があっただけだ。そこにお前さんが偶然いたに過ぎ。だが物はついでだ。草刈り窯を作れたなら
この本を渡しておこう。これってもしかして新しい錬金術の本？今のお前さんでは到底作れないようなものばかりだが、草刈り釜のような採取道具について書かれている。新しい道具が増えれば採取だけでなく、例えば岩で塞がれたような道の先にも。新しい場所、新しい冒険。用も済んだ。私はもう行くぞ。アンペルさん、ありがとう。あれ、そういえば農場に用があるんじゃなかったっけ。まあいっか。ライザー、出かけようぜ。出かけるってどこに？クラウディアの家だよ。場所が分かったんだ。え、そうなの？アンペルさんたちの家の近くだとさ、同じように空き家を借りたらしいぜ。旧市街か。あそこら辺空き家が多いもんね。よし、早速行ってみ。詳しい場所は聞いたし、旧…なるほど。何作っちゃおうかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。
どこにしよう。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。よし、これがあれば木を切ったりできるから。他にも使い道が。聞いた話だと、多分ここだよ。すみません、ライダリンスタートです。おい、いきなりすぎるだろ。これくらいやった方が話も。ライザー、いきなり大声で呼んだりしてごめんね。ライザってマナーとかかなりあれだから。ううん、来てくれて嬉しかったよ。挨拶。私たちの方もドタバタしてて。アンペルさんとリラさんから聞いてるよ。みんな自分のやりたいことに打ち込んでるって。まあな。忙しいけど楽しいぜ。充実ってやつ。僕なんかまだわからないことだらけだけどね。アンペルさんたちとは会ってたんだ。
近所だし、お父さんの相談役として村に滞在してもらうって。二人も遺跡の調査だったかな。その仕事…みんないつかいなくなっちゃうのかな。だとしてもそんなすぐじゃないよ。販路の手続きとか収穫量の調査とかやることも多いし。そっか。そうだよね。じゃあいる間はいっぱい遊ぼう。嬉しいけど、3人ともやることがあるんでしょ。遊んでる暇って。それはそれ、これはこれだよ。そうそう、暇ってのは見つけたり錬金術だって材料の採取で出かけることも多いし、近場の危なくないとこなら島の。ありがとう。安全なら外出も許してもらえるかな。あれは実際危なかったしな。俺たちが用心棒として不足なのは。ああ、そういえばずっと気になってたんだけど、なんで魔物に出くわすほど森の親父さんもよくいなくなるみたいに言ってたな。なんか訳ありとか。女の子の秘密を気安く聞いたりしない。そんな大げさなことじゃないよ。あ、ただお父さんには。いや、ようこそ諸君。今日はゆっくりしていってくれ。ああ、こんにちは、ルベルトさん。お邪魔してます。ねえクラウディア、今度私の部屋に来ん。ありがとう。